皆さんこんにちは。人気店で順番を待っております。はい、上海家庭料理大吉さんでございます。お正月の縁起を担いでこちらの、大吉さんでお昼を食べようとしておりますが、なかなか独特な書体で読みづらい、そして待ってる間に準備中になってしまいましたが大丈夫でしょうか。はい、無事に入れて五目チャーハンをいただくことにいたしました。いただきます。待ってる間、最初は、上海焼きそばの気分、そしてその後チンジャオロース麻婆豆腐と移ったところで、お店に入ることができて反射的に五目チャーハンを頼んでおりました。20分ほど待っておりましたので、人は20分待つと気が変わるということを実感した新年の大吉でございます。五目チャーハン非常に美味しくいただいております。上に乗ったエビがプリプリでございます。そしてこちら食後にはマンゴープリ、亀ゼリー、デザートを用意されているようですので、マンゴープリあたりを行ってみたいなと思っております。今ちょっと醤油などで準備しておりますが、一緒に、餃子の方も頼んでおりますので餃子もいただきたいと思います。はい、今ラー油を入れて、餃子早速いただいてみましょう。大吉さんの餃子はどのようなお味でしょうか。いただきます。熱い熱い。ちょっとこれは冷ましとかないと食べられそうにないので、餃子はちょっと放置して五目チャーハンに戻ります。美味しい五目チャーハンをいただいて今年1年が大吉でありますように。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。